合津鴨モ駅は、福島県南合津郡タ見町大和鴨モウ久保にある、東日本旅客鉄道タ見線の駅である。国鉄合津線の合津川口駅から、タ見駅までの開通とともに開業。当時合津川口とタ見の間には、当駅と合津横田駅しか設けられていなかった。単式ホーム一面一線を有する地上駅。ホームは、 列車1両分の長さしかないため、2両以上の編成を持つ列車では、進行方向前側の車両の扉を使っての乗降となる。線路はカーブしながら、ほぼ東西に走り、その南側に短いホームが添えられている。ホームの只見方の端に階段があり、駅へはこれを使って出入りする。合図番号駅管理の無人駅で、駅舎はないがホームに接して、 開業当初からの小さな待合所が設けられている。待合所の内部には作り付けの長い巣があり、座布団などが置かれているほか、1967年12月の豪雪の際、ガムウの住民が除雪作業に協力したことに対する国鉄仙台、鉄道管理局からの感謝状が飾られている。2004年度の乗車人員は、1日平均0人、久保の集落にある。 駅の北東にそびえるガモウガクは、標高800メートルほどながら競り立つような山陽が、特徴的であり、東北のマッターホルンなどと呼ばれている。カモウだの登山口は、久保と宮原の二つがあり、うち、久保の登山口は東駅の北東にあるたら、山の上社のすぐそばにあって、東駅からは西側にある踏切から北に行くとすぐ、近くである。また、 片栗の群生地がほど近いところにあり森には、タ見線の車内からも花畑のように見ることができる。駅は、北西から来た加茂川が、タ見川に注ぐ地点に近く、久保の他駅とは、加茂川の対岸にあたる鴨の集落や、駅の東側にあり宮原登山口がある宮原の集落の最寄り駅となる。国道252号はほぼ、 ただ線やただ川に沿う形で東西に走り、ガモウ、クボ、宮原の各集落を結んでいる。その他、駅の北すぐのところから小さな坂道を下って、カモウ川沿いの定地に出ると、上原清水と呼ばれる小さな泉がある。ありがとうございます。